書いたときに下に何か養生をしといた方がいいってことですかね。そうですね、まあ、菅さんとこうハの字になるような感じがいいかな、うん、これとこれで、はい、あとは本当位置ですね。3分の2ぐらいのところが一番強かったんで、ね。
歴史だったみたいな。魚見て、うん、花っぽいやつ。花っぽいやつ。そうね。あそこちょっと。あれここの終わりかなぐらい。南條さんは本当にすごくこういうセッションで100回ぐらいやってるんですよ。多分、うん、結構やってますよ。でもね、こういう人はいないです。とか、うん、ここまでの人は。何回目なのか。2回。俺が和田さんの頭の中にアイデアの一つの種みたいなので、最初喋れないんですけど、だんだんいろいろ覚えて、最初線だけ言うからだんだん声出せるようになって、喋れるようになってラップして、最後大体なんか、ま、アイデアまとまってきたんですけど、あでかい書いて、それで引き出しに閉まってあっちの扉開けて世界に出てくるみたいな、アイデアが出力されるつながるみたいな物語だったんですけど、ちゃんと決めてて偉いですね。じゃあできないですよね。でも全然決めてなくて、昨日ちょっと前乗りに来てくれて、来ないと決められないですって言って、全然ないです。いや、そうか、もうちょっと時間あったら、その文脈を説明した紙とかちゃんと文章を書いて配りたかったんですけど、時間がなく。でも菅さんも全然和田さん作品ご存じなの？ああ、俺も知らず、全然知らずに、このなんか送られてきたんだけど、よかった、開けちょっと開けてすぐ